ありがとうございました。じゃあなんだよ、もうなんだよ、あっちやって、目が入ってないって。あれ、あれもらったらいいやん、あれ。はい、そうです、ロケット隊でございます。はじめました、青木さん。ちいやー、ほんとね、もう僕ね、先週からもう、ゆうすけ、ゆうすけ、痛いな、もうもう、ほんとめんどくさい。おじゃー、やってきた。いや、俺、いや、これうちのじゃないでしょ。よし、これうちの、お南両果てになってる。なんなん、誰が送ったの、これこれ、京都のやつ。まあまあまあ、オッケー、はい、ありがとうございます。いや、見てないからね。いや、俺はちょっと単…だってこれさ、あれなんじゃないの、これ青。よし、ありがとうございます。うちの今日、ケイダさんなんかね、あのね、そうなの、ケイダくんね、酔っ払ってるんすよ、なんか知んないけど。大して飲まんと酔っ払ってるわ。よし、極上来たって極上かな、これ。え、なんかさ、つうかあれ、最近あれっしょ、なんだっけ、これ二人して、二人してるんで、なんかゲイみたいになるじゃん、これ二人しちゃうって言って真っ白だぜー。いやそう、今日コメントしろー。ケイダってね、失敗した人正解。そう、今日ね、出るよ、ユウスケもね、ケンタ、もうすでにケンタ来たわ。ケンタ切ったね、ケンタ来たよ。はい、はい、まあまあ確かにね、今日ね、忙しかったからね、忙しかったわ。あのお店来た人しか知らないけど、忙しかった、これ。あーめっちゃいてしょ。乾杯する前にお前飲むとひどくない？いや、飲んでたじゃん、今。じゃあ僕もいただきます。じゃあアイスだけ欲しいわ。下手くそ、もう下手くそ見てこれ、チロリン来たー。どういうことや、チロリン、チロリン、チロリンって何？はい、皆さん、じゃあ今日もコメントも全部上げていきましょうか。じゃあ、イエイエイ、チロリンなんか知らねえ、バカ野郎。いや、もう相変わらず口悪い飲んでたね、ヒデのバンドだお、おバンドだ、おー、わい、メイキ持って、どっち。いや、でもなんか今日の感じもなんか気持ち悪いよ、なんかうるせえ、バカ野郎。今俺に言った、キモいっていう、キモいやつがキモいんだよ。ちょっと待って、今俺に言ったよ。言ってない、言ってさ、キモいっていう、キモいやつがキモいんだよはい、あ、ありがとう。じゃあ、とりあえず今日もビーバーね、下手くそなんだって。もうなんだよ、これもういや、そういう泡しかしょうがないよ。いや、でも泡の方が酔っ払って知ってた、あの方がアルコール済ませて。いや、どうでもいいじゃねえよ。ほんと人の話なんも聞かない。よし、みんな盛り上がってきたね。これ、関連のね、極上生いただきました。まるまるアンケート、しかもね、お気遣いがね、すごいいい方でもね、ロング缶でございます。ありがとうございます。とりあえず乾杯しますか。えい、イエーイ。いや、コメントのなさ、異常に。ああ、はい、オードリー、カスガ、トゥース、一緒に行こうよ、ケンタ。あ、なんか全部いろいろ適当だね。いやいや、そのビデカいよ。あ、ロングガンだよ、ロングガン。350じゃなくて 500? だから白着たらなんか顔漏れないっすよ。え、いや、それだともう元々があれだから。大体だって白い血で、もう脱ぐの早っ。大体白い血で、こっちの方が顔漏れてる気するっすよ。いや、そういうことなの。あ、でもなんかお前、なんか多分今日の、なんか今日の髪型なんかすごい太して、なんか実験失敗したみたいになってる。大丈夫？今日、今あの流行りのこれやら、コメント全然やら、ほんまに、コメントまして、コメント線で見てるやつ帰れ。もうね、多分ね、最低だなお前多分あの俺らが北海道旅行行ってる間にちょっとね、ファンが離れてしまったんじゃないかなと思ってね。おいしゃー、ケイタ、白似合うよ、ありがとうな。なんか今の感じ、ちょっと男前っぽいじゃん。あ、じゃあね、はい、もう一杯ね、乾杯していただいたということで、本日もね、青木ステーション始まります。今日はね、タイムライン見た方は分かると思うんですけれども、いろいろコーナーもね、新しい新コーナー準備してるんで、ぜひお楽しみくださいませ。イエーイ、それではオープニングどうぞ。イエーイ。CM 上がるの早かったのに気のせいがある。
うわー、はいはいはい、ニコナイドね、もうね、最近全然出なかった、気のせいか。ね、あとね、しかも、あ、重大なんかなあかんないけど、今週末か、土曜と日曜、あのあれらしい、あの、なんだっけ、ニコ生超会議あるよね。あるよね。あのね、うちのね、ブースじゃないけど、あのうちの葵のメンバーも、参加するので、放送すんのかな、誰かわかんない。まあ、ぜひ見てください。寝てるやつもこいつです。いやー、ほんとね、もうね、これやってきたね。これからいいね。ケンタって言ってる子から、あの、ラインとかおしゃれすんの、これ来ないっすね。ただの悪口。いや、ケンタって別に悪口じゃないもんね。いや、間違いだね、ただのね。え、コメント伸ばすよ、お願いします。お願いします。あるよ、行くよ、これニコ生超会議から来てくれんのかな、ほんまに。おい、大丈夫だ。お、ケイタさん、今日の髪型イケメン、せやろ、よう言われんね。酔っ払いだね、全然酔うてないよ、今日酔っ払ってふりは得意。何の会議するの、何の会議、ニコ生がオタクからイケてる女の子が見るようにするためにはどうしたらいいのかっていう会議や。いやいや、それでかすぎるよ。何それ、何百人もこれ。いや、ってなんだっけ、来場者が何人か分からないけど、なんかネットだけ見てる人だけ見たら800万人ぐらいって書いてあったよ。うん、800万人ってすごいよな。歌舞伎町にいるホストがだって2000人だとして。まあ400倍ぐらいですね。もうすごいよな。え、8万人じゃない、800万人だって。800万人で、ネットで見てる人かな、ネットで見てる人。来場するのが50万人とか30万人とか。え、そんなにだっけ。いや、8000万じゃねえよ、800だわ。俺そんな滑舌悪い。800、半袖なんかね、今の状態だと寒いわ、半袖寒い、寒いけどって、ね、少な。そう、滑舌悪いね、最近さ。もう鼻声が半端なくてもね、やばいわ、もうおじいちゃん化してきてるわ、おじいちゃん化。ケータが脱ぐからじゃん、確かにね。画面越しに脇があって伝わるもんなの。マジでやばいやん。僕あの脇があの画面越しに伝わってるから。うん、だってなんかたまに臭いもんな。いや、こんなん言ったもん勝ちやからな、ほんまに。確かに。エータが脱ぐからじゃん。花粉症なんかでも風邪なんかあかんの、もう2ヶ月前からずっと体調悪いわ。うん、あ、早見いまいちみたいって書いてあるよ。しかも髪伸びたからめっちゃ男前っすよ。あ、でもなんかね、この感じ男前っぽいね、なんかどっかのグループの人っぽい。うちのホストだからね。あ、ホストだった。そうやね。いや、でも今日がね、なんかあれだな、なんかあれだな、画面越しにめっちゃイケメンみたいな、あの、ナチみたいな感じだった、ナチみたいな、あの、そうやからな。これ分かる人しかない。進化生態種って思う、あれ。進化生態種ね、あの、おそもさんでしょ。うん、そうなの、本当に。うん、あ、何、あれある人、なんかさ、あの、大相撲 VS 俺らみたいなやつあるでしょ。なんか10時半ぐらいまでに行ったら先着5名でなんか、対決できるらしいよ。行ってきたらじゃん、行ってきたら。あー、もう本当そういうの嫌い。舐めて。いや、マジ無理。痛い。いやー、盛り上がってきた。コメント以外盛り上がってきてるよ、コメント以外。いや、徐々に加速してる。よし、徐々に加速してるから。ケンタ黙ってたらいけないね。いいよ、黙る。黙ったらお前主任だけやから。そうそう、お前ずっと喋ってるからな。ずっと喋って飲んでるからな。ね、これは成功なんかな。どうなんだろう。いや、でもまだもう少し落ち着いてあるじゃん。あと2ヶ月ぐらいしたら落ち着く。マジで喋る全然。痩せてないよ、全然。むしろ順調に太ってる。今90キロあります。90キロすごいな。俺の約2倍あるからね。人生最高の体重です。俺で今55なんだね。そうなんですよ。90キロやばいでしょ。すごいよな、だって55と90だろ。40キロ分の肉って相当じゃない。そんなあるようには見えないね。それがプロでしょ。いやプロじゃねえから。僕らもそういう仕事なんでね。いかにデブに見せないかって、これがもう実際大事。まあ、ケイタ身長あるからね。だからケイタなのね。そういうことだよね。あとの2人はそのうち来るよ、多分。どっかでババア助けてんだよ。ああ、まあ、ババア言うなよ。おばあちゃん、おばあちゃん、
太っては見えないよね、確かにね。よくやれる。痩せればいいのに、ありがとう、頑張るよ。痩せれたら苦労はしてないけどね。うん、でもかっこいいよ、ありがとう。お前、いつもかわいいな、ほんまに。いや、誰か分かってねえだろ。かわいい。いつも年は助けてる。お、いい子、いいことだね。いいこと言う。ロウさんは酔っ払いの扱いのプロだね。まあ、自分が一番酔っ払いだからね。まあまあ、確かにね、すぐね、僕分かるんだよね、そういうのね。すぐ分かるよ。腹筋部潰れてたりしないと思うよ。うん。なんか、まあ、確かに半分以上潰れてるっすよ、多分。だってやってるの見たことないもんね。はい、皆さんここでやばいよ。12分経って143件はやばいよ、これは。あ、それはやばいよ、俺。あるある。さんコメントね、みんないつもごめんやけど、ほんまに頑張ってね。みんなのおかげでこの番組支えられてるから、ほんまにありがとう。そうやね。つかもう3人だろ、ちょっと、うん、寒くはないっす、別に。ちょっとぐらいっす。言ってたらいいじゃん。今日も頑張ろうね、みんなね。つかあの翔太、翔太の出るの初なんじゃないかな。翔太、おっ、翔太誰、うん、あ、翔太か。でも翔太の ID 伝えてないのに、翔太の ID 出てるってこと調べてもらったんだろうね。あ、ありがとうございます。おっ、あのボール0420。ボールって、いや、野球好きなんじゃん。野球ボールってな。サッカーボールもボールやから全部大体ボールや。バスケットボールとか卓球ボールとか。いやでもあのボールは多分野球だわ、絶対。絶対野球だわ。全部一緒だわ。いやいやいや、絶対野球だわ。確かにね。ケイトさん寒くない。美人とおばさんが倒れてました。先にどうぞ。もう迷わず美人行くよ。当たり前や。その後助けて何があるかって考えたら美人に決まってない。最悪だな。さすがには俺コメントしに来てくれてありがとう。こっちもヘトヘトなんだよね。絶対野球だ。絶対野球だ。ヘトヘトね、ありがとうね。まあ、こっちもベロベロなんだよって感じだしね。じゃあお互いあの理性保ってるのいい感じだね。そうやね。野球ね、僕も野球やっとったんでね、プロですからね。だからバッティングセンター超うまいもんね。うん、俺もね、最近120やっとちゃんと打てるようなんですけど。バッティングセンターでうち子のバイトしようと思ったぐらいですからね。いやいや、それ桜だろ。いやでもね、最近ね、ほんともうね、さっきまで肋骨がずっと痛いからどうしようかなと思うんでね。それ肋骨に言い過ぎっす。いや、肋骨だけでな。りょうさん、球技でできないですよ、僕、私。僕、球技最強っすからね。球技大体できますよ、僕。卓球以外の球技は完璧。マジで、うん、俺、逆に卓球はできるよな。卓球はいじめられっこなしですね。だって、あのスリッパとかでなんかやったりするっしょ。いや、細切れのさ、あのさ、こうあのほら、コパーボールのあるんじゃん、なんか。ああ、卓球はやすい。しゃもじであったり、なんかスリッパであったり。しゃもじ？え、しゃも、え、なんかあるんじゃん。なんか追加オプションでみたいな。いけるいける。そうそうそう、ダメなんだよ。スリッパであるの楽しいよね、わかる。バスローブ、ああ、明けだね。うん、確かに。寒くないよ。心があったかいから。ばあちゃん、金持ってるよって聞くよ。やっぱばあちゃん、助けたらこうやって。ああ、うん、金も大事だけどな。顔が良かったら金も稼げるから、ね。いやでもやっぱり、ね、あの自分より先輩助けてあのね、あの、うん、あんま、ね、いいことあるからね。うん、俺も前六本木のバーで働いてる時に酔っ払い助けたら、その人がテレビなんちょかなんたらのアニメ事業部の主任でなんかポケモンとか作ってる人でめっちゃお金使ってくれたわ。一番最初。人助け大切だよね。わかるわ。しゃもじ予想外と思って、意外とみんなあのコパボールの卓球やってんのな、あれな。うん、なるほど。ボウリングとかでも久々したいね。でもね、ボウリングどう？ボウリングしたいですね。ボウリングしたい。だいたい聞いてなかった。何ですか？いや今ボウリングのくだりしか話してない。おじさんって今歌歌い始めたからね。いやー、なんでコメント伸びないんだろう。俺が聞きたい。俺の髪と同じくらい伸びないね。いや伸びてるし、うん、そしたら俺の方が伸びねえよ。さて、暴露タイム。いや、そんな今から7秒以内にコメントしてください。何でも話す。7秒以内ね。それめっちゃ7 6 5 4 3 2 1 0。 あの、この間に1回の声が。びっくりした。もうこの間0だったの、今コメント。いや、まだ早いじゃん。まだ早いじゃん。びっくりした。君はバカ、ここ重要。やれる。タイムシフトも、タイムシフトってどういうこと？タイムシフトね、タイムテーブルみたいな感じですよね。あ、うちのってやつ？うん、今日タイムシフトもしろ。タイムシフト？まあ、いまいちは分からへんがする。ケータが悪い、よくやれる。TS、ディズニーランドみたいな感じ？違う、予約で。あ、予約数がしろかった。あ、そんなんあんの？へぇ、全然知らなかった。へぇ。マジか。予約数ちなみに何本ぐらいやったの？300とかじゃん。需要なし、確かにね。でもまだわらついてるからまだ優しいよね。うん、
知らないよ、全然知らない。なんそんなどこで見れるの？全然知らなかった。それな。予約2だったよ。すごいな、その2人が逆に感激だわ。そう、ラブリーとか全然ダンスでしょ。すごいな、なんか逆に。あ、モモンガ来てるよ。モモンガってなんなの？今日うちの代表がも。いや、違う、なんだっけ。え、なんだ、スーパー金太郎じゃなくてザ・金太郎じゃなくて、なんだっけ。え、そんなんだっけ。え、違う、今日代表がモモンガ言ってたわ。代表が、モモンガだけは覚えておいてって。モモンガーケイタハゲてって書いてあ、ハグしてか。ケイタハゲしてる。相談してもいいよ、ぜひしてください。ケイタハゲしてて、こういうこと。ハゲてるわ。え、でもかっこよく、今のもかっこよくない。言ったら髪が伸びたから超男前になってきたっすね。コメント弾かれるってどういうこと。すごいな、ピンポン玉みたいな感じなのね。そうなの、なんか卓球つながりでな。ケイタイケメン来てるじゃん。お、ありがとう。いい目してるよ。モモンガも来てるしね。モモンガってあれじゃん。なんかモモンガって これじゃないの、これ。わかんないっすね。嘘、お前もう代表なし、何も聞いてないな、もう。だいたい嫌いなやつ無視するんで。最低だな。ほんと最低だな。ケイタ、今日イケメンありがとうな。LINE して、LINE。いや、でも今日のね、この感じ男前見えるよ、なんか。前髪上げたら普通だよ。こういうことや。いやいや、落ち着いてきたんじゃん。いいね、いいね。内容嫌いなのでも、ケイタはね、すぐツンデレなんでね、そういうことすぐ言うんで、全然大丈夫です。なぜメンテしたの？なぜやったんですかって。なぜメンテしたの？一人より二人の方が受けがいいからね。一般受けな。まあ、ただの一般受けを狙っただけ。そうなんだよね。呼んだだけありがとうな。全然ね。ツンデレ好きだよ。俺はあんま好きじゃないけどね。ハゲハゲ、主任のこと言われてるんですよ。怒らは、もうハゲでね、ハゲ、まあ、髪暗くして。イケメンありがとう。男は努力できるところからしないとすぐメンテに走る。うん、確かにね、うん、確かに分かるわ。どうしようもないね、ほんまにね。整形するやつ死ねばいいのに。お気に入りの担当にいい扱いを受けるにはどうしたらいい。ああ、金使ってヘルプに対してよくする、うん、まあ、そして担当に当たらない、これ大事。間違いないね、うん、すぐ好かれるよ。それができないやつは死ね、帰れ。でもそれ言い過ぎだろ。まあアンチ作んない、アンチを。そうだね、将来励ますね。ハゲてるのはそうなんで、どうしたら鎖骨早くなるんですか。それ代表やもん。ダメだよ、メンテにそこ走るのは。確かに、ね、すぐもこれ代表なんじゃん、これも。確かに。今日だって、あの帰る時にあのどうやってあいな青いやつ見るのって言ってたもん。だって絶対代表だわ。髪暗くしてちょっとそれは無理です。無理無理。代表なんかもう一発、もう一本鎖骨折ったったらいいのね。ケイタデコ広いてきてるよ。デコが広いやつほど器が広いって言うやろ。いや、そんなこと初めて聞いたわ。マクロ営業するのはどんな時、俺がムラムラしてる時ぐらい。いや、もう自己中だろ。ひどい、その言い方。自己中や。よくやれる、教えて。はいよ。なんでそんな感じなん、わかんない。代表誰、あの、りょうた。いや、りょうた代表です。そう、普通に面白いよね、よくやれるよ、うん、代表見てるの、多分見てへんのちゃうから。代表見るって言って見ないのが得意だから。え、でも今日結構ガチな感じだったよ。確かにね、金使うのは大変だよね、確かにね、うん、確かにね、毎月ね、10万でも20万でもこれ使ってくれって、確かにね、すごいことやとやっぱ思うわ。間違いないね。実際自分がそんなん使えるかって多分使わへんもんね、絶対に。お前最低だよ。700万稼いだとも 100% 使わへんもん。いやいや、お前ただのケチじゃねえか。700あったらさすがに10くらい使ってもいいだろ、うん、やっぱそこのやっぱ価値観っていうかね、そのやっぱいかにその魅力を感じるであったり、価値を感じるかってすげえ大事だからね。確かに価値観は大事だけどね。呼び捨てでいいよ、代表は。ダメでしょ、ダメだよ。金使ってホストのご機嫌取りしないといけないのか、そういうわけでもないけど、うんうん、まあそういうことだよね、うん、シルバーシャンプーね、効いてますよ、これ。おすごい、聞いてる。金は普通にしか使えないんだけど、まあ、普通に使ってくれたら問題ないよ、別に。その普通ぐらいがどうかないよね、うん、ケイタハート、うん、ありがとう。冷えピタ2って何なの。あの整形してるときに冷えピタみんな。笑うたまじロックス超言ってから。ケイタってツンツンしてそうで、でも甘えん坊そう。多分家ではうーんって言ってるよ。うん、うん、でそのままたまにもらいゲロするもんな。うっつって。大体語り出したらこっちサクゲロするから。お前ね、全盛期の時は喋りながらゲロしましたから、ね。いや、これ言っとくよ、おまじゃん。すぐ居酒屋ですっから、ね、居酒屋。ツボ八でタコゲロしたことありますから、ね。これは自動じゃん、冗談じゃんって思った。冗談じゃないからね、冗談じゃん。和義さん元気で、今日もあったっすよ、僕。代表から服いただいて、あのこの安っぽい服も代表からもらったんですよ。適当、うん。肋骨全然大丈夫じゃないわ、超痛い。だっていつだっけな、ね、先週の
え、先週の月曜日に新潟行ってそれで滑ってきたらもう超痛くてマジやばい、病院行きます。ニコライト見て、ニコライト冷えた冷えたに電話してもいいけど外れて電話しようよ。もうニコライトシルバーシャンプーね、あのね、原宿の、いやどこだったっけな、アトレじゃなくて、あのアフレじゃなくて、なんだっけ、多分ね、原宿シルバーシャンプーで調べたら多分一応出てくるわ、多分、そうだね。あ、代表と一緒に病院行けばいいじゃん、確かに。よし、あるあるある。黒のセーターでも可愛いって。可愛いっしょ、お前が一番可愛いよ。いや、見えてねえから、うん、確かにね、肋骨折れてんじゃない、まあ、折れてた方がいいんだけどね。左切ったねー、いやいや、左切ったねー。左ってこっちじゃないの俺主任でしょ、左って言ったら主任じゃないですか。俺のこと、どういうこと、俺が汚いの。いや、こっち側で見たらこっち側の人間じゃん。あ、そうか、それって結構ショック。あ、なるの、汚いってどういうこと、マジで何が、ね、超ショック、超ショック。何が汚いって、折れてるやん。そうや、ホストやって女性好きになれるもちろんだよ、みんな好き。全然ある、全然あるよ。私も肋骨痛いよ、いいね、はい、誰と電話してたの。名前言ったらかわいそうとかやめとくわ。確かにな、言ったら大変なことになる。普通に、うん、私も肋骨痛い、わかるよ。いいね、調べてみる、調べてください、シルバーシャンプーじゃ。結構髪明るい子なんで、ね、髪の毛いじりすぎ。あのね、なんかかっこよくつけてるホストは髪いじってるって、あの勉強してから俺も髪いじろう思って、ずっとこうやってやっとこうつ、ちょマジでつ、いや、何年前のホストだよ。確かにね、お客さんと付き合える、まあ人間同士だから、まあ、別にいけるかはないけどね。別になんか、なんかそういう逆に偏見を持たれてきたら逆にめんどくさいから無理だけどね。なんか枠とかないよね、なんかね。そんなんライオンと付き合えるとか言ったらさすがに付き合いはしないけど、うん、なんかまだ違うじゃん、犬とセックスできるとかそういう話じゃん。飛んでるわね、うん、確かにね、胸が痛いです、わかるよ。ホストしてたら女性が嫌いにならないの。ならへんよ、女性が大好きやからこの仕事してんねんで。ライオンと付き合えるの、うん、ギリギリね。ライオンやったらまあギリいける。よいしょ、可愛い客来たらテンション上がる、それはもちろん。ライオンと付き合いたい、俺も付き合いたい。お前ら、うん、なんでそこで隠れてんの。来いよ。いや、あのうちのメンバーはなんか笑い声聞こえるわと思ったら結構前からいたらしくてね、全然気づかなかった。どうもどうも、お前こっち、あ、こっちいいですか。お疲れ様です。お前もこっち、お前もこっち。お疲れ様です。逆じゃね。逆じゃない。ID 的に逆じゃない。逆じゃねえ、バカ野郎。はい、どうも、ショータとヨシ来ました。お前ら S から来てた。もう10分前ぐらいやった。10分前から3枚バリバリじゃない。もう10分前ぐらいだった。アメリカンドッグバリバリ食べてました。知らねえよ。あ、でもなんかこの感じなんかあれだな、なんかすごいみんな細っぽい感じなんか出てるね、なんかね。高画質だったら結構抜けてるっすね。確かにな、ケイタの腹だけボン今出てるけど大丈夫。ケイタの腹、あー意外。お前ボタン閉めてる、ボタン。ボタン、ケイタかっこいい、ありがとう。お、初登場おめでとう。いいね、初見、ショウタかわいい。すげえ赤いね、ユウスケじいちゃん。確かになんか絡めてたけど。いっぱいコメントして、いっぱいコメントして。ショウちゃん、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。お、誕生日やった。何歳になった。21になりました。あー、お疲れ様です。じゃあ、今一番この3人の中で飲んでほしいやつ、ちょっと収入したら飲もうか。刺したら殺す。あいつグラス持ってんの。刺したら殺す。じゃあもう、ケイタさんにしてもらおう。ケイタ、ケイタ、ケイタ。だって今な、グラス持ってたもんな。そうですね、もう持ってたんで。はい、はい、紹介早くして言われたんで、はい、紹介します。はい、ユウスケ、あのとりあえずこっちからの方がね、はい、この派手な柄のスーツがユウスケです。ケイタって言います。お前もだから。はい、ちなみにユウスケはなぜ出なかったかっていうと、あの4回ぐらい誘ったんですけど全部潰れて、あの今日初めて出勤失礼しました。ユウスケです。そこでね、サシャみたいなスーツだ、わかりました。はい、それで感じられたよね。まあ、そんなね、あのね、あのおちゃらけなユースケですけれども、はい、次にあの翔太、ね、今週の日曜日、あの翔太、真宙会場、先週真宙出たんだな、うん、いやいや、もうなんだそこ反応する。真宙真宙出たんでね。はい、じゃあ翔太もバースデーでございます。はい、翔太くんどうぞ。お願いします。なんか翔太、あ、お願いします。お願いします。翔くんが尊敬してる人は。いいね。いや、もう主任尊敬してます。めっちゃ見て圧倒かけるじゃないですか。ありがとうございます。俺じゃない、主任尊敬してます。いや、でもこれ、え、さっき D の騙した俺じゃない。え、だって翔太と翔太と飯行ったことあんのか。あるよね。あります。
本当に？いつ？いや、嘘嘘嘘ちょっと嘘ですね。嘘。そうやった。俺らとバイトするの一緒にな、居酒屋飲みたもんな。あ、一緒に行かせてもらいます。まあいいじゃん。別に連れてく連れてく。誘ってくれたら俺別に断ることないね基本的には。いやそんなの誘いづらいよな。そうやったらどうせ金出そう。そうやね。そうやね。黄色のスーツかっこいいねってあんまりよくわかんないよね。いやいや誰も話してる誰も来てないですね。確かね。ケイタが一番。そう言ってくれるお前が一番だ俺はほんまに。いいねいいね。いいね。お翔太くんでも翔太くんかっこいいとこ来てるよ。いやありがとうございます。よく言われます。あれなんかコメント来たら拾うんだからねあれね。あ拾います。あ、ゆうすけさんジャケットいいねって書いてあるっすよ。あその前にゆうすけ話さないのから拾う若干見えたっすけど、ちょっとどこかのデパートの紙袋みたいな人が尊敬してるさ伊勢丹すかね。お誰だ尊敬してる人は。尊敬してる人ケイタさんっす。まあそうやろ。まあそうやろね。お前は多分上に巻かれるタイプだから。ほどにしか出世しないわ。確かね、ケイタケチって後半全然誘わない。おそんなことないよ。最近俺金の羽振りいいからね、結構誘ってくれたら行くんだけど、うん、基本的にあんま尊敬もされてないし友達もいないからあんまりご飯は行かないっていう。まあ確かにな。そうなんだよね。ケイタがだって暇な時しか連絡来ないもんな。だいたい暇だしね。おこいつひどいな。だいたい暇で多分何誘いがない時俺絶対暇だって絶対連絡してくるから。俺も分かってるから休みの日行けない時ケイタの電話出ねえから。お前ね、真ん中の左目出してみて。お前目出してますか。目出すとこんな感じですもん。いい感じやね。いいよね。なんかでもなんかホストっぽいよね。前よりなんかちょっと中抜けて変わったよね。あ、そうです。変わった。はい。よし、そいやそいや。じゃあね、じゃあみんな集まったところで改めて乾杯しますか。はい。じゃあ、はい、あ、そうだ、あ、2人とも初出演か。はい。あ、実は初出演。こいつはもうバックに負けてる。はい、初出演おめでとう。21ってケイタより上見えねえ。あ、翔太は多分同い年ですよ僕。あ、同い年。あ、同い年で僕が誕生日9月なんで、まあちょっと翔太も早いけど1個上。はい。あの年上だと年上ではないって同い年だよ。一応同い年。ちょっと早いだけや。でも4ヶ月ぐらい年上になるわけだ。いや、そんなんだって早く生まれつき偉いってなったら総理大臣じゃもう107歳なんかって言ったらそれ違うでしょ。いい、あごに使って大きい。そういうことです。ケータ売れてないの。売れてるよお前、ナンバーワンだお前。ナンバーワンなんねえわ。ケータが尊敬してる人はそんなもんいねえわバカ野郎。ケータ自己中、確かによく言われる。りょうさん冷たい、確かにね。嘘つけ、どこが冷たいの。めちゃめちゃケータ好き、ありがとう。お愛の塊じゃねえか。お、ショートホストっぽいね、いいね。ありがとうございます。ユースケ、ユースケ、名前だけあるんですよ。いやいや、その前にユースケ、ほんと話さないでね。よく言われるやつね。おめでとう。何これ、ラクアンド。ありがとう。だからケンタ、右行こうよ、右。ね、真ん中二人の大きさがやばい、ちっちゃい子みたい。いや、ケンタがね、でかいからね。いや、みんなピンでやる。はい、確かにね。あと、いや、お前絶対嘘だろ。お前絶対嘘だろ。バレました。なんか確かにこう見たって書いてる。なんかちょっと違和感感じるから、なんか言えよ。だってちょっと、お前何センチ。自分、あの、155です。155? かわいいな。155ですね。K だ何センチ190すごいな、45センチはあるの。あ、45センチは200になっちゃう。確かにサイズ感全然ちゃうね。すごいな、155ってすごい。ユウスケ何センチ。185ぐらいですね。お前さっき言った俺と大してあんま変わりないやん。20盛りました。話ごちゃごちゃにすんじゃねえよ。あ、みんないい子やな。今回見てる人みんないい子やな。俺のことかっこいいって言う人がいっぱい多いな。いやでも今日男前だよ。なんかおばさんだけど、だけど喜んでだけよ。82まではギャルだと思ってるからね。基本的には。いや、まあ80まではいいとして、あと2なんなん。2に、まあ2は気持ちでいけるっすね。83からはちょっともうお姉さん。なんか違う人種みたい。ケイタとショウタで背比べしてみてって。ちょっとやってみ。ちょっとやってみ。俺だけ画面入りきらへんけど大丈夫。お前だけちょっと、お前だけ一瞬抜きます。あっ、だってこの時点でショウタも顎出てるから。顎出てる。これどうやったら、どうやったらこれ俺使い方わかんないけど、お前やってみ。ヒューンってやつですか。ヒューンってやつ。あ、すみません、お願いします。すごいな。背中合わせ。背中合わせにしたらいいや、背中合わせ。こんなの入らへんよ。じゃあ、こっち。
上だけ、上だけですよ、上首の部分だけ、首の部分だけ。もうちょっと、もうちょっと待ってください。ケイタでかいよな。ちょっと待って、分かるまでもう少しかかるから、もうちょっと待って。今頼んでるからね。だってもうさ、あの手の位置が、あ、ちょ、ケイタも手ブランってして。あ、出た出た。ちょっと待って、ケイタ顔でかっ。いや、顔じゃないじゃん。身長じゃん、今。顔比べてねえし、まだ。あ、ちょっと僕の整形後のアップいっちゃいですか。違う違う違う。あ、すごいな、いやいや変わんねえから変わんねえから変わんねえからすごいな、首一個分違ったな。そうですね、もう首一個分全然違う。すごいな、ケイダの顔じゃあの35センチあるとこ考えたらな。あ、そうですね、うん、すごいな。おや、確かに。あ、おた男のめっちゃどこまいや、めっちゃどこまいや。いいね、いいね、いいですね。あ、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 アポ終わってもったっすね。あれ早い早い行くのがタイミング悪い、タイミング。いやでもいいじゃん、いいじゃん、ケイタイケメン見つけたよ。いやいいね、いいね。じゃあ初登場ってとこで、あのここら辺で2人がなんでホッスやったかとか聞いてみる。お、いいね、いいね、いいね。どっちかどっちかどっちか、じゃんけんしてじゃんけんしてせーの、最初はグー、じゃんけんぽい。どっちが勝った？僕勝ったっす。じゃあ男行かなか、男行かなか。じゃあ、ゆうすけくんはなんでホス始めたんですか？マジで中身ないですけど、お酒が好きだからっすね。おー、本当に中身ないな。酒飲めて金もらえるだったら最高やなって思いますけど。まあ、確かにな。確かに分かるわ、分かる分かる。大事やね。翔太は？自分は多分あのお酒も好きなのと、お酒好きなのか。はい、お酒好きなのと、あと、あれですね、人生経験の一つとして。あー、大事だね。確かに確かに。なんかあの、ユウスケはなんとなくお酒好きなのか、ショートがそんなお酒好きなの、何がお酒好きなの、いっちゃん。お酒一番何が好き？ユウスケさん。あ、僕ですか。僕、ウォッカが好きですね。ウォッカが好き。ウォッカトニックが大好きですね。お前も分かった。いや、自分もカシオレ好きですね。絶対好きちゃうよ。僕は酒苦手やろ。あ、じゃあそういう甘いものをちまちま飲んで酔っ払いたいこと。あ、そうですね、甘いものめっちゃ好きなんで。酔っ払ったらどうなの、酔っ払ったら。あ、酔っ払ったらもう多分ずっと話してますね。ずっと話してるの。はい、じゃあ逆にあの主任なんて始めたんですか。え、俺はあのマダムに好かれると思って月100万稼いで3ヶ月辞めようと思ったら全然好かれなかったっていう部分で。そうそうそう。俺マダムに好かれる自信だけあったんだな。俺に振って、俺に振って。カシオレは結構好きなの。いやいや、振ってよ。振ってよ。あのドロップの井口達也風に言ったら、え、ホストやるのにそんな理由が必要か。いや、どうしましょう、どうしましょう。うん、NG ワードなんだよね。確かに、わかるよ。まあまあ、確かにね。コメント急に止まったしね。今まで今すげえ感じだったよね。すごかったよ。びっくりした。危なかった。じゃあ逆にみんなの笑い。逆にホッスやる前でした。ホッスやる前。まあ大学生寿司屋やってたっすね、僕。寿司屋。寿司屋っすね。まあ、基本的に好きなもんをその職場で金もらいながら食べれたらいいかなと思って。お前全部金かけて。最悪やな。確かに、ね、日本酒飲みながらなんかネタ食えたら最高だ。それはすぎる。あ、でもこんなイケメンの寿司屋行きたいってめっちゃ聞いた。ケイタのチンチンはこれ NG ワードではないですね。あ、多分きっと文字変えたらいけるでしょ。そういう広がらしてるの、多分これね。パンサー何が好きだよ、これパンサーってこれ尾形のこと言ってるの。最近それめっちゃ言われんだけど。いや、確かに似てるよな、だから。こんなイケメンな寿司屋行きた。あ、僕っすね。いいね、いいね。いろいろありますけど、ユウスケ、ここに来て、そんなみんなでウォーって。僕、寿司屋入ったんですけども、結局なんか、バイクの免許とか持ってなくて、チャリで出前するだけっていう。そしたらもうバイトじゃん。寿司屋とか別に特に関係ないです。握れなかったっすね。なんかすごい、すごいな、それ。確かにな。翔太のやつだ、翔太。自分はあの吉野家マックパチ屋ですね。おお、なんかでもなんかあの吉野家とかマックとかいそうな。あ、いそうです。後ろで作ってますんで。あ、ほん、あ、後ろで作ってる方。あ、そうです。レジの方じゃなかった。レジの方じゃないです、ね。マックのレジとかだって超大変じゃない。でもあ、大変ですね。いや、でもスマイルないなとかだってあれでしょ。ま
当ですね、多分全然大変ですね。確かに、確かにな。ゆうすけおもろいか、焼きそばパンマンや悪口っすね。めっちゃ、めちゃ悪口っすね。焼きそば感出てるけどね。色的には僕、焼きそばあったらめっちゃ焦げてますね。違う違う、まあ、イカスミっぽいよね、うん、女の子みたい、確かにね。寿司屋のカウンター入ったらおでこしか出なくないってどういうこと？これですかね。あまあ、俗に言う悪口っすね。悪口、悪口じゃないの。髪触るのあれ。確かにおでこ綺麗やったな、俺も思った。なんか俺褒められたらめっちゃ見せるタイプなんで。あ、でも確かにすごい、なんかおでこ、なんかその感じ、照明の問題じゃん、こんなん、ほら照明なんか女の子っぽい、いやいや、もう顔でかいからって後ろ引くなって。うるせえなぁ。ケイタマジかっこいいって言ってくれる一人がいれば僕幸せっすからね、別に。確かにな、両サイドしか男に見えないって、お前ら女、女と思われるの、ほら、いいじゃん。女に見えない。ケイタ、ハヤトに似てかっこいいって、ほんま芝生だもん。誰がハヤトや、お前、これ。え、でもそんなに似てない、似てるちょっと待って、待って、うっせろ、ハエトほんまやいや、ちょっと待って、待ち受けなんす、待ち受けなんす。うっせぇ、誰が入ったんや。あんな目細ないわ、お前、整形してんねんぞ、お前。りょうさん、顔でかいひどいよな、なんかごめんな。いや、確かにね、ゆうすけ新人じゃない、もう7年、7年は経ってない。7年はまだ経ってない。7年は経ってないっすよ。何年前酒飲めないっすよ。顔でかいわ、ひどいよ。ごめん、ごめんって。ケイタ好き、ありがとうな。ケイタはケイタだから好きって言ってる。あの、あーまあ、ほら、俺のバッグ何落としとんねん、お前。あしばくで、お前、ほら。紙袋はってどういうこと。あー、お前か、お前か。プンパス。おい、プンパあー、これ。ポンパ、ポンパ、こうや、ポンパ、こう。あー、これっすか。違う違う、紙、紙だ。これや、これや、これや。おうおー、ケーターちは大変なことだな。やべ、デコがここは、やべ、ハゲ見える。前初回行った時いなかった、誰の話かな。あれあれ、うん、誰だかね、まあね、あ、今日もね、今日最後歌うよ。最後歌います。ケーターアイパー当てて、昔やったらやつだけどね、今はもう当てへん。今やったらもう無理や。そうなんですよ。飲みな飲みな、ほらちょっと一回パパッと CM 行きましょうか。CM ドーン。ようこそ僕のシンデレラ。ついてくれ、全然つくよ。まあ俺のビールだけ頼んでくれたら全然つくよ。色付きにしたろ。何を？ああ金？デコチョコでダウンロードしてよ。ほんまに言ってんの？この歌にかけるあの100円とか300円やったらマジで捨てた方がマシやで。専務の歌買うぐらいやったらマジで捨てるもんね俺。おー、ワイちゃんでやってたわ多分。ワイちゃんやきっと。イエーイ、イエーイ、ワイちゃんおめでとう。誰が歌ってるのこれ。正木龍平、うちの専務。パンさんかっこいいな、ありがとうな。
モモンガ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 。なんで専務の曲かな。うちの店専務リスペクトしてるんでね。専務ぜひ。うちの専務むっつりなんでぜひ助けてください。それはちょっと一応ダメなんですか。ユウスケ話してよ。あれ喋ってよ。よく言われるやつですね。どうしよう。しょうちゃんも話して。しょうちゃんも話します。確かに俺がデシャバリすぎなんだよ。いや頑張ろう。こいつらね、多分ユウスケと翔太に限ったら、俺がいない時に限ったらめっちゃ喋んねんけど、俺がそういうのは大体黙んねん店でも。多分もしかしたら嫌われてるか、相当気使われてるか、多分どっちかも多分嫌われてるか近いんだけど、看板のセーブ素敵よねって。確かに俺看板しくないよね。よくわかんないよね。なんでセーブが看板なのかっていう。ご飯ね、難しいですね。難しいですね、本当。ケイトさんに気を使ってるね。任せすぎ。頑張りになろう。頑張りになろう。頑張りになろう。俺のこと褒めてくれたのか、頑張りになろうってどこだろう。あ、そういうことか。打つ人あったかいみたいな、ね。わかった。あの、頑張り欲に行って、俺が頑張りやったら嬉しいなって、そういうことでしょ。あー、ぶっちゃけ多分、看板の内が間違いだと思うんですけどね。あー、そういうことか。頭いいな、お前。全然そのあれは捉えなかった。最終的に俺と騎乗位したいんかなっていう話を思ったことで。ハイパーポジティブっすね。めちゃポジティブって意見と。さすがマスコです。割れてもうた。すごいね、ユウスケさん頭いいね、確かにね。分かるわ。頭いいですね。さすが早稲田。早稲田でも通信制で。ナイスナイス。ポジティブ。何の話やねん、早稲田。早稲田なんですよ。ユウスケは早稲田。で、俺が慶応で、翔太が東大。東大っす。イエーイ。うちの店意外と頭いいからね。おー。おー。それ嘘でしょ。バレたっすね。めっちゃバレた。俺だけほんまやで。翔太の東大は嘘やけど、俺の慶応はマジでほんまやから。ここほんまやで。いや、自分の東大は本当ですか。東大ちょっと1年で辞めちゃったけど、もうめんどくさい。勉強ってなんかすることないじゃん、あんま飽きるし。お、マジで言っとったからね。りょうさんは大学院も。いや、りょうすけ留年してるのバレてるっすね。慶応すごいでしょ。バックでついて慶太。あの、ありがとう。はい。はい、慶太、そう、確かにね。どこまでが本当か分からなくなってきた。確かに。りょうさんどこ行った。あの、唇乾燥しかでも乾かしてサベックスがブーブーってケイタ歌って最後の方に歌う。多分りょうさんカニ道楽卒おめでとう。おめでとうカニって言ってた。さっきカニカニ何時まで。確かにね、分かるよ。早稲田かなんかな。いやー、ちょっと市場知ってるやついるっすよ絶対。あメディア歌う歌うモードかと思ったっすね。そうです。だらら手振ります。俺ちゃうか。何を緊張しとんねん。そうだよ。あー、あー、かわいい。でも寒いねって嬉しそうなのも。ほらららら、シャメで関係できたの初めてっすね。ちょっとビビってもうたっすね。つかさの先でありがとう。で、寂しそうなのも。ケータ、腕振ってんのすごいな。こう、こう。ハイパンむずいっすね。はい。イエーイ。イエーイ。ケータ、ました。イエーイ。来ました。バックナンバーのヒロインって歌だよ、これ。そうそう、言うたね、マクナンバー言うたね。見え、失敗だね。はい、あのね、青いステーション、新コーナー、今日、今週から始まります。それでは、司会進行の、T さん、お願いします。あいだ
です。あの司会進行してもらっていいかな。司会主任だと思ってるし。お、今日の企画を言って。今日企画ですね。あちしが、俺つっちゃった。あちしがキスマイの誰かに似てるってよく言われる。で、まあ、今回ね、まあみんな知ってるかな。知ってるか？あのキスマイブサイク。俺か、私可愛いけど、キスマブサイク、あんたのテレビあるっしょ、うん、あれの、ちょっとここでね、再現してみようかと思っちゃいます。よいしょ。コメント止まったしね。コメント一切来ないかなと思った、今びっくりした。もう誰かなんですけど、分かってないと思う。すごい、タクヤ来たらコメント止まれてて、してるんだけど。タクヤじゃない、タクコ。あ、ごめんなさい。タクコ。あったでね。はい、時間がね、押してるんでね。おー、行きましょうか。はい、じゃあ、俺ら言う人だけ言って、はけましょうか。あ、はい。で、この感じで来てる、こんな感じで来てるけど、毎回あ、お疲れっすか。あ、そうだ、そうだ。じゃあ、それからですか。ステーション、ステーションは？ステーションは、座って、顔見えないじゃない。ステーションは、これあれだから、テディにやってもらえば。出れない、出れないのこれ、出れないの。じゃあまあね、これ自分の超好きな彼女だとしてやって。あらさ。すげえ、もう好きになったな。あ、もういいですか。いいよ。ステーション、ステーション出してもらった方がいいんじゃない。これ、時間ちょっとかかります。ちょっとかかるから、その間じゃあ普段の日常会話してる。マジで。マジで。マジで。結構。結構。ガッチャー感じ。じゃあステーション書こう、ステーション。あ、じゃあステーション書こう。あ、まあいいや。じゃあ行ってステーション。あ、いいよ。ステーション言うよ。はい。はい。しょっちゃん。ステーションは僕男子が。上京します、東京に。田舎出身です、僕らは。で、彼女、今2年間付き合ってる彼女がいます。でもこれで別れる別れない、これついてくるついてこない、じゃあこれについてきてほしいです男は。じゃあここでの決め台詞ですね。まあそのついてくるときになんて言うのかっていうシチュエーション。さあ行きましょうか。はい、はい、もう雰囲気入れるときにもうスイッチオンって言ってな。あ、みえちゃん、みえちゃんです。まあ、そこちゃんだって、はい、ちゃんだって、はい、いや、あ、ですか。あ、今日は忙しいのに呼び出してごめん。大丈夫だよ。明日から俺たち離れ離れになるじゃん。でも俺離れ離れになるの嫌だし、ずっと一緒にいたい。明日一緒に東京行こう。それ本当に思ってる？それ本当に思ってる？思ってる。誰か。ありがとう。一緒にいた。一緒大事にする。ありがとう。大事？一緒大事に。一緒大事にする。本当。うん。お金ない。行けない。お金なくて東京行けない。東京行けない。もうお金は俺が出す。お金。本当。お金いっぱい持ってる。じゃあついていくわけね。あ、オッケー。やばい。よいしょ。あいつ、なんで片言なんですか。今、タクヤが、タクヤじゃなくて、翔太頑張りました。タクちゃん。これじゃあ、はい。ちょっと、じゃあ、ユウスケバージョンもいきますか。ユウスケバージョンも。タクちゃん、お願いします。ステーションのいつの時なのかとかも伝えたら分かりやすい。あ、駅で新幹線がそろそろ行っちゃう瞬間っすね。おー、14番線電車が発車いたします。ご注意ください、白線の内側までお下がりください。たくちゃん、ゆうちゃん、アナウンスうまいね。うん、それは僕が言ったんじゃないよ。そっか、間違えただよね。うん、でもね、俺と一緒に東京行かない？え、いきなりどういうこと？もうね、
俺の新幹線の中に俺の横に指定席取ってあるから。ちょっと待って、東京マレーシアから遠いよ。新幹線だけなよ。それ飛行機やん。でもね、一生分のね、俺の横の指定席取ってあるから。あ、ちょっと待って心臓出そう。ドキドキするんだもん。タクちゃん、とりあえず CM の方どうぞ。ブラックソードって毎日洗濯3名都会病なんだって。さらに行ったことある人にもがサービスされるらしいよ。簡単だろ。何なのこれって言われて、何やってんやこれ。
めっちゃ顔文字きてるっすね。進撃中、進撃中。でもね、あ、よかったよかった、あのね、なんだかんだコメントいただきました、ありがとうございます。確かに、わかるわ、ケータイじってごめんですけど、俺もアイスケイ、うん、ど素人の歌なんて本当はいらない。はい、今週のキーワードはタクコでございます。はい、タクコ、あの、指名の時に間違えてタクコって言わないように気をつけて。それ指名してもらったら大失敗。いや、でもね、ほんとにね、MC で一応タクコ呼んだんですけど、まさかね、僕もこんな風に来ると思わなかったんで、ちょっとね、まだいた？びっくりしたんですけど。タクコ指名していいよ。呼んだ？やったー、タクちゃんでーす。いや、でもあの、俺一番嫌なのが、ちょっとここで髪色被ってんのがめっちゃ嫌。髪色ちょっと似てますもんね。いやいや、髪色だけだろ。そんなに似合いだろ。確かにね。よかったよかった。タクくん、毎週呼ぼうとか書いてるし、毎週この感じで、毎週この感じで雑に呼ぶから大丈夫。初めてなんてね、ぐだってしまいましたけど、あの徐々にあのね、あの企画のパワーアップしていくんで、あの来週からもよく、よろしくお願いします。いや、ほんまにね、みんな来週もちゃんと見てね。はい、今週のキーワードタクコです。来週は予約7目指そう、7。はい、7、いやいや、変わんねえよ。今週は2だから、7目指そう。はい、ね、もうみんなありがとう、ありがとう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。